高めのボールノースリー、あハリーですわ、ハリーアウトですね、はい、ハリーしてジュズして大変やな何がスタミナ投手リレー、高め決まって 2-3 でこう赤の剣かなぁいやリーダーとして、あ最後は149キロのストレート、三津さん加藤哲朗さんダブル解説でお楽しみいただいております。日本門田さん、このクラークがですね、主張しているんですよ、門田さんもやはりホームランを取った後でも次の年何か変えようってことありましたか。うん、そのホームラン王の本数ですが、例えば40本で打とうは初めて知りましたね。あんまり欲が表に出ないタイプでしたね。いやそうでもなかったですよ。そうだからどれか一つに目標、例えばホームラン60本打たなくて1本でもいいから、はいはいはい、4割に挑戦せやなバッターはローズです。立て直せないのがこのプロ野球の世界なんですよね。ボール球に手を出すというのはやっぱりなんかこう焦りとかがあるんですかね。このスイングは最高でしょう、ね、もう大好きでしたからね。僕はでも彼のファンだったですよ。でもバファローズも最近試合前このローズとクラークの、ね、バッティング練習見てると ね、 面 白、 ね面白いですよ。2人でこれ競争してますからね、スタンド入れる。あお客さんね、あのバッの見せる時にはネットがスーッと上がる、そういうね何かを乗りますからね、向こうね、なんと嫌な感じを作りたいね。頂点のイソベッチみたいな呼び方でね応援もね、いっちゃうですもんね。元はね、昨日1イニングで2つ外野からね、はい、ランナー刺しました、はい、今日はの試合前によっそれはそうだったらいいんでしょ。いやいや、お前なんですけど、今の前、はい、しぶとく行ってほしい。ファーストゴロ、吉岡も巨人からよう来た、大正解でしょね。それ、ね、から欲しくて仕方なかった選手だそうですからね。ーはーはー、それが近鉄へ来て3年、まあ、ベンチの信頼感を得るっていうのがね、夜高めるためにね、でも周さん、このバッターが7番長距離砲という意識を、空振り三振です。ただ佐々木君に比べて崩れないから、どないか5割があったり周囲走ったりしてるわけなんですね、あとは、ね、あんまり喜びませんけどね、まぐれまぐれ言いますけどね、1試合2本のホームラン打ってボンと勝負、でもそういうタイプがキャッチャーとしていいのかもしれませんよ ね、 ねピッチャーも安心して投げられてね。そうでしょうね、強なんかお父ちゃんっていうね雰囲気を持ってね、まあ、キャッチャーって女房役って言い方をしますので、はいはいはい、見逃し佐藤のこう小さく持ってパンと打つ選手がここで行ってる。ちょっと遅れてますよね。一塁一塁二塁、バッターは武藤です。149キロ見送りました。そうですね、まあ、ちょうどええ時期ですかね、7回の裏、はい、面白いね。ちょこまかってくる、浅めに守っていたセンターの左、元にして上げました、取りました。もう全員が持ってますからね。ホームランの後三振2つのクラークバッターボックス。なお日本ハムは代打に俺が悪い方向に行く場合っていうのは結構ありますけどね。高めのボール球、どういう声言うたのか分かりますけど、僕は